9月2日、愛南町役場で愛南町新庁舎開所式が開かれました。愛媛県と愛南町の合同庁舎の開所を記念し開かれたこの式典には、中村時広県知事などが来庁し、祝辞を述べました。ご視聴いただいております。関係企業か。またより一層県内の市町との連携が強化されるきっかけにもなることを心から期待してやまないところであります。今年の3月に工事が完了し、5月6日からは愛南町、8月22日からは県の業務を開始したこの合同庁舎。県と町の合同庁舎は県内で初めてで、防災や観光事業などさまざまな観点での連携が期待されます。開所を記念してテープカットが行われた後、アトラクションとして家櫛の荒獅子が披露され、迫力のある演舞が行われました。最後に餅まきがあり、上辺小学校の児童や地元住民が大勢集まった中で、お菓子や餅がまかれました。